ジャパンから帰ってきて今何日？何ぐらいになった？1、2、3日目です。3日目。はい。どう？なんか帰ってきてからみんなから見る目が変わったとか。いや。学校について、うん、まあ、最初に先生方に挨拶しに行ったんですけど、うん、やっぱ。まあ、惜しかったねとか、良かったねとか言ってくださるんですけど、うんうん、まあ、やっぱいじられることが多くて、あ、なんでなんで、まあ、やっぱ、自分の結果出せなかったので、あ、まあ、初ヒットおめでとうみたいな感じで、結構、いじられたり、うん、まあ、学校のみんなに会っても、まあ、いじられたりするんですけど、うん、なんかちょっと自分としては、久しぶりに会ったので、うん、ちょっと恥ずかしいです、はい。みんなもやっぱテレビを見てて、はい、本当応援してくれてたと思うんだけど、はい、そんな中のジャパンはどうだった？いや、そうですね、まあ、本当に特にやっぱ上層で一緒に戦ってた仲間が、うん、まあ、大会期間中も本当に応援してくれて、うん、本当に自分頑張んなきゃなっていうふうに、毎日感じてました、うん、来てくれたわけじゃないですか？いや、来てくれた人もいて、うん、大学との壮行試合の時に、うん、柳井っていう人と、柳井と、あと花達也が来てくれて、で、決勝戦には出られなかったんですけど、岡野の父親が、応援わざわざ来てくれて、本当にありがたかったです、はい。どう、世界と戦ってみて、どんな印象を受けたかな？はい、そうですね、やっぱり一番感じたのは、うん、まあ、本当に自分はまだまだだなっていうことは一番感じました。例えばどういうところが？そうですね、まあ、本当に、まあ、世界で戦うのもそうなんですけど、やっぱ日本代表に選んでいただいて、本当に高いレベルの選手と一緒にやらせてもらって、まあ、本当にスイングだとか、まあ、キャッチボールの速さだったり強さだったり、まあ、そういう一つ一つの個々のレベルにおいて、あ、本当こいつはすごいなと思ったことがたくさんあったので、本当に海外の選手、日本の選手、まあ、日本選手もそうですよ、まあ、海外の選手はやっぱバット振る力とか、うん、本当体の馬力とか、うん、まあ、日本人にないものがあるなというふうに思いました、うんうん、その辺では身体能力の高さではそんなに引けを取ってないんじゃないかなという気もするけど、あ、でもまだ体が細いので、うんうん、海外の選手本当にか体も太かったり、うん、なんか力が違うというか18歳に見えなかったです、うん、特にどこの選手？そうです、カナダの4番のネイラー選手がホームランを取ったんですけど、あのホームランを見て、うわ、すごいなっていうか、世界を感じたという、はい、かなわないと思いました。でも、ああいうところで、ね、また何かやってみたいとか？やりたいです、はい、もう一回やりたいです。で、その前、最初の一番最初の大学との速攻時代、はい、あれはどう甲子園でまたもう一回やって大学の、はい、なんかレベルの高さを体感したいって最初に言ってたけど、はい、まあ、ベンチで、まあ、途中から出させていただいたんですけど、うん、ベンチで見てるときや守っているときに、うん、まあ、青山学院 の吉田正尚選手のホームランを、うん、目の前で見たんですけど、うんうんうん、もうすごいとしか言いようがなくて、日本とも、はい、でもアメリカも強かったんですけど、大学ジャパンがやっぱ一番強かったなというふうに感じました。先発の田中君はどう？オコエが、うん、3球三振全部見逃してきて、うん、帰ってきてどうだったって聞いたら、うんうん、全部もうワンバウンドがショートバウンドすると思って見逃したら、うん、全然ストライクだったって言ってたんで、そんな球見たことないって、うん、でどうなんだろうって打席に立ってみたかったです、うん、立てなかった、ね、はい、そうか、そうか、そうか。でも、じゃあその後のジャパンのなんかこう一番印象残ったシーンってどういうところかな？やっぱ一番印象に残ったシーンは、やっぱ自分としてなんですけど、うんうん、まあ、ああいう形で内野安打にさせてもらって、うん、となかなかヒットかエラーかの記録が出なくて、うん、で、まあ、サインをベンチに、まあ、自分は見てたんですけど、うんうん、西谷監督もベンチのみんなとバックスクリーンの表情を見てくれてて、ちょっと内野安打かヒットかどうか、内野安打かエラーかどっちかなっていう、はい、って感じだったんですよ、うん、でそれでヒットが出た瞬間、なんかもうベンチが本当に喜んでくれて、うん、まあ、ああいう形のヒットだったんですけど、うんうんうん、もう本当に嬉しくて、うん、一塁からベンチ、三塁側ベンチ見た光景は、うんうん、もうずっと忘れられないです。なんか聞くだけで取り上げたしそうだけどね、
やっぱじゃあみんなも待ってたんだね。まあ本当に自分だけノーヒットで、うん、みんなからもまあいい意味で本当いじってくれてて、まあそろそろ打てやみたいな感じでみんな言われてたんですけど、まあ人が出てよかったです。はい。そんなジャパンの仲間はどうだったみんな。そうですね。やっぱ本当に和気あいあいとした雰囲気で、うん、まあ食事の時も本当に楽しくて、うん、で練習やる時は本当元気よくて、うん、なんですかね。本当に。特に仲の良くなった選手とか。あの敦賀気比の篠原が、うん、まあ、はい、うん、何気ない素振り行く時とか、うん、コンビニ行く時によく誘ってくれたり、うん、あとあの花巻東の高橋美希也とは、うん、とよく話をしたり、うん、みんな仲良かったですけど、うん、まあ、あとやっぱ船引きだったり、うん、たくさん仲良くなりました。特に面白かった選手がいる。面白かった選手たくさんいるんですけど、うん、まあ、お声が面白かったりあの杉崎が、うん、ちょっとあの結構人にちょっかいを出したり、うんうん、まあ、あの愛されるキャラっていうか本当に面白くて、わかるわ、はい、よかったです。だいたい野手の方が仲良かった。そんなこともない。まあピッチャーとも話したりはしましたけど、うんうん、やっぱ野手間でいろいろ話し合ったりは、うん、まあ、してたので、うん、まあ、野手の方が仲良かったかなと思います。うん、なんか野手からこう仲間としてライバルとして学ぶこととか刺激を受けたこととかその辺はどうかな。そうですね、やっぱ、まあ、一緒に素振りしてても、うん、やっぱいいすごいスイングしてるなとか、うん、やっぱ、まあ、平沢であったり、うん、まあ、間近で本当バッティング練習を数多く見れたんですけど、うんうん、レベルの違いっていうのを痛感したので、うん、本当に刺激になりました。ジャパンの選手の中でやっぱすごいなって思った選手は誰か。そうですね、やっぱ、まあ、1年生なんですけど清宮選手は、うんうん、まあ、自分本当にすごいと思って、うん、まあ、1年生でも本当に動じないところであったり、うん、堂々としプレーしている姿は、うん、やっぱ本当にすごいなっていうか、うん、はい、なんか自分にはないものを感じました。自分が1年生の時も堂々としなかった、はい、全然してなかったです。はい、周り結構気にしちゃって、うん、あどうしようってなっちゃう、うん、まあ、ところも自分はあったので、うん、まあ、そういう、まあ、いい意味で周りを気にしないというか、うん、しっかり自分を持っているのが、うんうん、見習わなきゃなっていうふうに思いました。ジャパンではあの西谷監督のもとでやって、はいはい、それはどう今までこう佐々木監督のもとでやってきて、はい、また違う監督のもとでやるっていうのはどうだったか。そうですね、本当に、まあ、今まで佐々木監督のもとでやらせてもらってて、うん、で西谷監督、まあ、どういう人なんだろうみたいな、うん、そうどういうふうにやるのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、あのすごい指示であったり、うん、その選手 の, その試合に持っていき方も、うん、とすごい本当にやりやすくて、うん、急増チームだったんですけど、うん、とてもいい雰囲気でやらせてもらえたと思います。うん、あの結構バッティングの方とかも指示もある、指示というかこうしたらいいんじゃないかとかもあるんですよね。はい、まああの、うん、教えてもらったんですけど、うん、やっぱ木のバットや今まで金属バットだったんですけど、うんうんうん、金属バットや木のバットに関係なく、うん、変に意識しないで、うん、やっぱ叩いて伸ばす、うん、あの西谷さんがよくこうやってやってると思うんですけど、うん、よくな、はい、叩いて伸ばすイメージっていうのを本当に徹底しやってて、それを意識していました。それで一本切れた。はい、まあ、あの序盤本当に、まあ、分かんなかったんですけど、西谷監督に、あの春の選抜の時のみたいなバッティングすればいいんだよって言っていただいて、ああいう、まあ、叩いて伸ばすイメージだったんで、ああそうだなって逆にちょっと気楽になれたというか、そうしたらちょっとあのバッティング練習でもだんだんと良くなってきました。で西谷監督の前で打ったんだもんね、ホームランをね。そうですね、大阪桐蔭戦で、はい、うん、それは何か言ってた。あのなかなかヒットが出なくて、うん、俺の時の試合だけ打ち上がってってやっぱり言われてました。まあでも選手思いの監督だし、そうですね、本当に愛情を感じました。で、あのジャパンの前の甲子園の方は、はい、夏の甲子園は、はい、残念ながら行けなかったんだけど、はい、このまあ、ジャパンの前の高校生活、高校野球生活を振り返るとどうだったかな。本当に、まあ、本当に自分は、まあ、夏の大会終わってからいろいろ考えてたんですけど、うん、本当に上層学院に来て、うん、野球やらせてもらって本当に良かったなっていうふうにずっと感じてました。1年の秋からって、ね、出たのはね。そうですね、はい、うん、私も多分関東大会の習志野戦を見てたので、はい、はい、うん、まあ、自分のせいで負けてしまったんで。そう、はい、まあ、あの本当に自分あの試合が緊張していて、うんうんうん、であの初めての水戸市民球場でやったんですけど、うんうん、まあ、球場が少し両翼が狭い中、うん、
本当自分気づかないうちにすごく前を守ってしまって、とライトライナーだった打球を頭を越されてしまったり、とツーアウトで前のフライを勝負できなかったり、本当に負けてしまったので、あの試合は今でもすごく印象にあります。はい、やっぱりあの試合は結構自分の中でも大きな試合、大きかったですね。はい、あとでも、まあ、甲子園も行けたし、はい、そこはどうだった、甲子園でホームランも打ったし、はい、まあ、でも夏行きたかったです。はい、夏はどう、まあ、もちろん力不足っていう話もあったけど、はい、うん、負けちゃった試合はどうだったの？まあ、本当に悪い流れというか、監督さんがやっぱ練習試合の時にこれ負ける流れだよってまあおっしゃってくれるんですけど、そういう時にやっぱその監督さんの予想を跳ね返す、悪い予想を跳ね返すぐらいじゃなきゃダメだっていつもおっしゃってたんですけど、でまああの試合もそういう流れがあって、まあ監督さんは言わなかったんですけど、あ、これまずいなって思ったんですけど、まあ自分もキャプテンとして本当に試合の流れを変えるプレーができなくて悔しかったです。キャプテンとしてって話もあったけど、はい、キャプテンは私はすごく適任だなと思って見てたんだけど、どう、キャプテンっていう何十人を求めるキャプテン、はい、どうでした？いやでもやっぱああいう風に結果的にやっぱ夏の甲子園自分が連れていけなかったので、あ、もっとこうしとけばよかったかなってずっ、まあ、いろいろ考えて、まあ、ずっと引きずってしまって、夏の大会終わってからは、長い間、あまりその上層に顔出しに来れなくて、まあ、簡単に軽い気持ちで顔出しちゃいけないなとか、まあ、いろいろ感じてて、そうな、はい、なかなかずっと球場には来れなかったです。やっぱ責任を感じちゃってたってこと？はい、まあ、本当に、まあ、責任を感じました、でもみんな結構周りも協力してくれてたって、はい、もう本当に自分たちの、まあ、31期生は本当にいろんな話もしましたし、本当に自分もまあ少しこうどうかなと思った時はたくさんの人に相談できて、本当に真剣な話もしたし、くだらない話もたくさんしたし、本当にいい仲間に巡り合えたと思います、自分が納得いかないところはとことん結構話し合ったって聞いてるんだけど、はいはい、やっぱりそう、こう分かんないこととかうまくいかないことはとことんやりたくなる。そうですね、なんか妥協したくないっていうか、まあちょっと、まあ、妥協するところも自分弱いところあったんですけど、まあ、チームとしてのこととかは、なんかそのままにしておきたくなくて、負けるのが嫌でした。そっか、それだけにやっぱり悔しくてなかなかこう取れなかったっていうのはあるかな。でもまあ出身は東京で、東京から上層を選んで入ってきて、はい、今終わってみて、まあ盛りだくさんだったよね、いろいろね。本当ですね、本当に幸せな思いをさせていただいて、まあ、人間的に本当に成長させてもらったなっていうふうに思います、ね、監督はやっぱ人間力というか、そういうところも大事にされてるし、はい、そこら辺も磨きがかかったのかなと。そうですね、本当に、まあ、まだまだだと思いますけど、そう思います、はい、あと今はもう学校はもちろん行きながら練習はそろそろ再開。あ、そうですね、はい、昨日も雨だったんですけど、まあ、雨天練習場で、まあ、やったり、練習には、はい、行こうと思います、あとは何してる？そうですね、でもまだ学校、まだ帰ってきたばっかりだもんね、はい、で学校始まって2日目なので、まあ、自分もまだ生活のリズムが、まあ、少しつかめてないところもあるので、しっかり考えて計画してやっていこうと思います、やっぱり野球のない生活っていうのはないでしょ今まで、まあ、ないというか、はい、まあ、もちろん、ね、練習はしてるんだろうけど、はい、野球の練習をバッチリしない毎日っていうのは、はい、何していいか分かんないとかある？やっぱ野球やりたくなるんで、多分野球やります。野球やりたくなって、はい、もう練習したい、練習したいです今、ね、プロにも行けるかなって思ってたけど、やっぱ大学進学をするという、いやでも、自分のルージュはまだまだだなというふうに思っていたので、もうずっと最初から大学に行こうというふうに思っていました、大学ではどう、自分でこんな風になりたい、こんな選手になりたい、こんなことをしたいっていうのは、はい、まあ、日本代表に選んでいただいて、まあ、とても本当に悔しかったんですけど、でもやっぱこの経験を必ずやっぱ生かさないと、本当に日本代表に選んでいただいた意味もなくなってしまうと思うので、やっぱこの経験を必ず生かせるように、
まずは大学までしっかり体を作って、うん、春からしっかり戦える体、まあ、技術面でもそうですし、うん、準備して、うん、やっぱ3拍子揃った選手になりたいと思います、うんうん、なんといってもやっぱり足が売りかなと、はい、まあうん、足がやっぱ自分の生命線だと思うので、うんうん、まあ、やっぱ足を生かしたバッティングと積極的な走塁っていう自分のスタイルは崩さないで、これからもっとレベルアップしていければいいなというふうに思います。足は昔から速かったんですか？まあ、小さい頃から速かったんですけど、まあ、の中学に入って、まあ、身長が一気に伸びて、そこでまあ足の速さであったり、そういうのも伸びたと思います、はい、6秒ジャストでいいのか、50m、まあ、6秒、まあ、ジャストも出ないと思う、1ぐらいだと思います。はい、でもやっぱ盗塁はこだわりはある？あります。はい、なんかこうでも盗塁って足の速さだけじゃないんじゃない、はい、なんかその辺はよく考えてるのかなと思って、はい、まあ、監督さんからもやっぱ、うん、まあ、あのコーチの方々からも、うん、じゃあ野球の見る目をつけなさいってずっと言われてて、うんうん、そのベンチにいる時だったり、うん、その自分が塁に出てない時からも、うん、そのピッチャーの癖はどこかなって探すのを、うんうん、まあ、データがない練習時代から、うん、まあ、いつもしていたので、うん、そういうやっぱピッチャーの癖を盗んだり、うん、その配球で、うん、あ、こう変化球が来そうだなってタイミングで行ったりして、うんうん、通り成功することが面白いです、はい、でそこは楽しい。楽しいです、うん、はい、だって中学時代キャッチャーだったよね。はい、でもそういうなんかキャッチャーとしての昔キャッチャーやってて、そのやっぱ配球なんかも読むのも、いや、まあでも配球は、まあ、読むように打席内でもしてますけど、うん、まあ、本当に高校野球来て高いレベルを教わって、うんうん、はい、高校野球で教わったことが多いです、うん、多い。はい、それから自分のキャッチャーの経験というよりは大学、はい、高校に来て そこで経験したことの方が生きているような、はいはい、本当に高校の途中までは盗塁もうまくなかったので、うんうんうん、そういうもっと考える野球って、うん、まあ、中学の時からそれを教わってたんですけど、うんうんうん、そのもっと奥の深い考える野球を教わってから、うんうん、と野球の面白みがもっと分かりました、うんうん、じゃあそれを生かしつつ今後は将来的にはどんなふうな選手になりたい？そうですね、うん、まあ、やっぱ、まあ、3秒揃った選手になりたいっていうのはそうなんですけど、そのやっぱクロートゴミの選手というか、そういう選手になりたいっていうのが、うん、そのあります。やっぱ、うん、そのいい仕事するな、うん、こいつって思うようなその頭を使ったプレイヤーになりたいです。誰かプロで描けるような選手ですか？みんなような、まあ、そうですね、やっぱ金子誠さんだったり、やっぱ上層の先輩なんですけど、うん、本当に守備も上手くて、うん、やっぱ、まあ、あまり、まあ、派手さというと、まあ、うん、他の選手のがあったりすると思うんですけど、うんうん、本当はああやって長年やっぱプロ野球選手で、うん、プロ野球選手としてずっと活躍し続けているということは、うんうんうん、もう本当にやっぱ何かすごいところがあると思いますし、うん、本当にあの上層学院の先輩として本当に尊敬しています。じゃあやっぱ息の長く、はい、チームに貢献できる、こう、そうですね、派手さはなくても、はい、地味でも、そうです、どこのみの選手になりたいです。選手になると、はいはい、じゃあまず大学に向けてだね、はいはい、本当に、まあ、体がまだできてないので、うん、しっかり大学行くまでに体を作って、うん、まあ、全ての技術において向上して、うん、大学に臨みたいと思います。じゃあ多分大学の方でも楽しみにしてると思うので、はいはい、私も見に行きます。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。